で、全物件独占をするには、やらないといけないことが2つある。最低でも2つある。まず1個が、黄色が 5vs10 を食らうこと。うん。このなんかいろいろ、このあるじゃないですか。まあまあ、今のは農林じゃないんだけどさ、ある、こうやってあるじゃないですか。もうね、紫になってるところの、この物件機が紫のところの、半分どころかほとんど黄色なんですよ、残りもう持ってるのが。なので黄色が 5vs10 を食らうことによって、まあ、大半開くんですよ。うん、大半この辺が買えるようになるんですよ。でその状態で僕はイレーザーカードを入手して、どこやったっけ、久米島な、何島だったか覚えてないけど、なんとか島がこの辺にある。これ久米島、あてだ久米島、これをイレーザーカードでぶっ潰さないといけないんですね。はい、これか、もしくは、もう一個、でもあっちは農林ロットリーの方がいいのかな。一軒。エビノだったっけ、これ、エビノ。これがなんかね、赤に一個買われたんですよ。なので、これも農林ロットリーか、なんかで、潰さないといけないんですね。はい。なので、まず、手順としては黄色潰される。で、農林ロットリーかイレーザーカードで、そこら辺を取りに行く。農林ロットリーだったらエビノ一択だね。で、イレーザーカードだったら、まあ、島の方を襲ってくれるのを、なんとか願うしかないと。はい。そういうことです。すごく難易度高いこと言ってますけど、もうそのレベルなんですよ、このゲーム。マジでやばいわ。5。振り直します。6。よし！珍しい！俺がタラレバでちゃんと出目出るなんて。誰？今の。誰やねん。顔すぎるやろ。てか今回なんか不景気だったね。そういうね、マイナス益2倍取られるから、まあ、コンピューターからしたらちょっと痛いんじゃないの、知らんけど。うん、まあ僕は知ったこっちゃないけどね。君らの苦労など知ったこっちゃねえ。これ何マスですか。11。これ11以内に売り場とかないよね多分。これ何マスですか。16で、あっちの下の方はもちろん11マスではいかねえよな。ってことは、ここで星音が作ったらもう売り場いけんじゃないの、これ。ここの。これいけんじゃないの。ヤバ系。17。多分いけるな。もう、やっていいよね。やっていいわ。はい、やっていい。よし、オッケー。とりあえず、ここ2つ売ります。まあ、ここもいいです。で、はい。で、オレンジをダーッと買っといて、星音がもう一枚置いておく。で、星音が使って、あっち行きましょうか。この、これ、これ行って、まあ、刀狩り冬眠ぐらい持っておきましょうか。はい。まあ、ちょっといつも通りの買い物で申し訳ないんですけどね。デビル派遣、いいな。ちょっと欲しいな。デビル派遣使っちゃおうかな。誰かに。ね。使うなら誰かな。まあ借金になりかけのやつがいるよね。よう変身するな。まあでも大体ミニだからね、このゲームで。そう、もうなんとなく、まあやっぱミニ率高いなーっていうのは薄々感づいてるよ。 V とかって確かね、むしろミニになる確率の方が低いんだけど、この作品はね、ミニになる確率の方が高いんですよね、圧倒的に。なんででしょうか。物件こんだけ強くしたんだから、物件こんだけ強くしたんだったら、なんかもうちょっと優しくって間違えた、ボンビーぐらい厳しくてええんちゃうのとは思いますけど、うん。で、厳しくしすぎた結果、なんか11やらかしてたけどね、うん。前回、僕はそれを身に染みて体感しましたよ。あ、今回、キング、やっばってなったもんね、うん。迷って、なんつった今。噛み合ったね、今。デビル派遣は、まあ、正直、もらってもいいよね、正直ね。おい、はいよ。刀狩り、あ、どうしようかな。6進めるカード、6進めるカードいいな。ほんならどうしよう、何しようかはちょっとおかしいけど、何しようか。
デビル発見を使うなら誰かってことだけど、ところだけど、まず、ね、さそう。言っても多分ね、那覇あいつら近いんですよ。この赤と黄色は、それなりに近いんですよ。なので、まず寝ていただきます。で、はい、今のうちに、タンクトップ仮面から、デビルハッケン取ります。ダビングもらおうか。おっと？なるほど。ダビング持っといていいよね。イレーザーとか、ダビングできたら最高だしな。まあまあ、そもそも弾ける確率がっていう話なんだけど。で、まあ、とりあえずこいつは、はい、まあ、寝てもらって、それやったら緑に使った方がええか。これは、せっかくなんで、借金になりかけてるあなたに使ってあげようかなと、はい。思いますわ。はい。まあまあ、慈悲ってことね。うん。オッケー、よし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 。一応あれか、サルカーとかにラッキー運みたいなのはなかったよね。7往復。おー、いいねー。なんだかんだやっぱデビルの被害はでかいですね。素晴らしい。素晴らしきカナでございやすわ。うん、西野カナだよ、西野カナ。絶対怒られるけど。いろんな人から怒られそう。いけてしまった。ああ。たらば。ああ、いや、まあ、ね、まあ、いっか。OK。これ持って状態で行こう。で、行かないといけない場所としては、どこやったっけ？久留米だったっけ？そこもなんか農林あったよね。そっち、なんか博多の真下のとこ。説明下手で申し訳ないけど。博多の下のとこなんか あったよね。確かあったはずやねん。確かあったはず。なので、やります、そこに。はい。そこに行きましょう。そこさっさと物件買って、そこ買い次第、ちょっと中野近くのとこまで行って、みたいな、的な、そう、ヘモグロビン的な。これや、くるめ、ここを買いたい。16。行こう。これ完全増資都市。あー、完成しちゃったのか。待って、これでかいな。待って、お前でかいな。25億円で予想収益15億って高くない？やるねー。君やるねー。たまになんかああいうちょっと光る物件あるよな。16件もやっぱ物件あると。まあ、16件のうち8件地獄なんだけど。別府ってそう考えたら尖ってんな、物件費として。な。30件とかね、物件ある、駅あるけどね、作品によっては。USA とかね。あとは西日本編のあの九州とかね。西日本編の九州ってね。何を言ってんの？京都。その西日本編の京都。そう。なんか俺寝ぼけてんのかもしんない。いつも通りなんだけど、なんかこの収録やってる時にどうしても俺眠くなるんですよね。なんでかはマジで理解不能なんだけど。おっと。割とちょっとまずくないか？不景気だからせっかくだからちょっと起こしときたいけどなあいつら。ただマイナス駅近くにもうなさそうだったけど。タンクトップくんは、あと何マスぐらいこれ。もう6、てかもう蹴んないかもしかして。あ、もう余裕圏内じゃん。あと4マスだな。4マスか。思ったよりだったな。参ったな。これだって、こいつ、20でしょ。まずいな。8か。寝さしてもいいけどな。どうしようかな。あ、まずいぞ。こっち行ったらもう、つけれはしないよな。絶対。あ、もう絶対無理だね。いやー、行きたくねえけど、しゃあないなー。お、でかいな、マイナス席。マイナス席そんな取られんのか。あ、こいつまだ。46億。46。乃木坂46の46。欅坂46の46。え？ボリすぎじゃね？なんか、ボってるよね。まあ、不景気だからそれはそうなんだけど。不景気、ボルね。消えんねん！消えんなってやめ。何消えてんだってやめ。噴火？やめて、噴火とかするのね。うん。や
べてね。まあ私ですよね、大体ね。うん、大半の武器私が持ってるわけだからね、これね。500件もあった、逆に意外とあるね、物件ね。うん、いいじゃん。はい、なんかしんないけど、いいじゃん。あ、やべ、モンストのうたちゃんのグッズ見てちゃった、ゲヘ。はーい、はーい、はーい。てか、さりげなくこれ強いね、150%って。さりげなく強いじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、じゃあそろそろこいつの近く行こうか、この赤のね。うん、え、もうその動きに関してはもう、え、 What's happen? What's happen にも程があるで。何してんねや、ほんま。これトラベルになったらやばくない？ OK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  ってことってこと。おい、何を味方してんの、何を味方してんの、おい。デビルカードを落とすな、お前は。アホなんか、あいつは。まあ、行った方がいいか。一応ね。帰りはぶっ飛び駅あるしな。うん。次でも売り場行こうと思ってたから、正直そこ困るんですけど、そこに配置されるの。まあいいや。いや、よくはないけどさ。まあまあ、しょうがないからね。そう、しょうがない。まあ、運やからな、テレポートの場所はな。運やから、まあ、ええねんけど、なんでっていう。軽く文句だけ言わして。なんでって言わして。なんでって言わして。あの、ピスタチオやんけ。ピスタチオ解散しちゃったもんね、もう確か。悲しいわ。俺応援してたからな、ずっとな。あの、パクリ台湾で好きになったからね、ピスタチオね。まあ、大半の人そうだと思うけど、あのコンビ。大半のファンがね、あの、パクリ台湾で知ったと思うけどね。うん。って考えたらパクリ台湾っていい企画だったよな、あれな。うん。ちょっと普段日の目は浴びないけど面白い芸人さんみたいなのが見れてすごい面白かったですね、僕はね。あれまたやんねえかな、ってか、でも、あれちょっと正直宮迫さんのあのなんか、あの、ちょっとツッコミじゃないけど、なんかそういうのがあってこそ、成り立ってた感は確かにちょっとあるもんな。もったいねえな、ほんとな。うん。ねえ。てか、キングボンビーなんでこんな来ないの？キングボンビーなんで来ないの？いや、まあ、来たばっかなのかもしんないけどさ、連続で来たって別にいいじゃん。ね、いいじゃん！ずっと言ってんな、これ。